て皆さんこんにちは。本日私はですね Q&A クエスチョン&アンサーの動画をお送りしたいと思います。上2人は今習い事に行っていて、ナリさんは自宅にいるんですけど、ナリさんはあのおもちゃなどで遊びながら謎にあのジュンジュンの動画を見ております。あのナリさんジュンジュン好きなんですね。さてですね、結構たくさんねご質問いただいたんですよ。一番多いのはやっぱ子育て系の質問、ちょっと全部は紹介しきれないんですけど抜粋していこうと思います。まずは第1個目の質問、ジュンジュ393というアカウントから来ております。足の指何センチですかというご質問なんですけれども、こちらはですね24から 24.5 になりますのでお察しください。ジュンジュンでした。まあ、そんなのはいいんですけど、子育てと生活についての質問をちょっとまあ同じジャンルとしてお話ししていこうと思います。お財布は別ですか？年間の旅行費知りたいです。もしくはトータル支出の何パーセントか。金額はちょっとね言うのなんなので、お財布は別ですかの質問だけ抜粋させていただきます。お財布は我が家は別です。完全に別です。もう本当にうちの生活スタイルはお財布だけじゃなくて、結構生活とかも大人2人はシェアハウスしてるような感覚っていうのをの方がだいぶ近いんじゃないかなっていうぐらい、結構いろんなことが別です。うちはお子様の英語教育は何をされてますか？上2人は英語の教室に通っているんですけど、ベースはもうその英語の教室に通うのみです。英語の教室に関してはなんとなくちょっとこだわりがあって、そこの教育方針っていうのがすごい言語学に精通している教育方針で、英語のネイティブの人が語学を習得していく順番と似たような形で、習得していくっていう英語の学童みたいな感じの方がイメージ近そうだなっていう感じなんですけど、そういうところに、毎週何日か預けております。2人はナリもそろそろそこに通おうかなと思ってるんですけど、なかなかねお高いんです。どうしようかなと思ってますけど、ナリもそのうちそこに入れるつもりです。ナリちゃんはいつミルク卒業しましたか？1歳5ヶ月頃に卒業できなくて腸内整理してます。全然大丈夫だと思います。個人的な意見です。ナリさんがね1歳10ヶ月の時にこのなんかミルクをあの飲んでふわって寝ている激かわな写真は出てきたので、少なくとも2歳前ぐらいまでは飲んでたと思うんですけど、焦ると思うんですよ。わかるわかる、すごい焦ると思うんですけど、でもやっぱこれは親子のペースが一番だと思うので、よほどじゃなければ全然焦らなくて私は大丈夫だと思います。物の叱り方どうしてますか？その後のフォローの仕方も気になります。これはもう私は人様に言えたような怒り方叱り方なんでしておりません。人様にお見せできる叱り方をしている時は絶対やる。あの自信持ってどうぞ見てください、今私すごくいいお母さんでしょっていう叱り方してる時もめちゃくちゃあるんですけど、クソったるマダムだなって思われる叱り方しちゃう時もやっぱあります。いい時の叱り方は子供の目線に 目を落としてね、みたいな、そんな日ももちろんありますが、あの全然怒鳴っちゃうことあります。っていう時もやっぱあります。こう言ってます。私は大人が声を荒い大きい言い方をすること、言葉遣いが汚くなること、圧をかけること、これは大人がやっていたらいけないことだよっていう風に伝えていて、あとまあ大人数で物言いをすること、例えば1対2とかね、これはいけないことだっていう認識がちゃんと子供の中で確かにあると思うので、それを改めて言います。ママの今の言い方はすごくきつかったし、声が大きいし、大人なのに子供に対してこの言い方をするっていうのはすごくいけないことだから本当にごめん。このママの悪いところを真似しちゃいそうになると思うけど、ごめん、本当ごめんけど、ちょっと真似しないでくれって言って、もう最後は子供頼みっていうの本当に情けないんだけど、一応そう言いながら少しずつそういう回数は減らすようにしてますし、自分の悪いところはちゃんと謝るようにはしています。イヤイヤ期の乗り越え方やこのやり方おすすめなどあれば教えてもらいたいです。うちもイヤイヤ期なのよ。本当に時が過ぎるのを待つ、本当これに限るなって思います。必ず落ち着きますのでと。私はテイ先生ではないのでわからないんですけども、ナリの場合は保育士さんとかもよく言うことだと思うんですけど、まずは共感っていうのを本当に大事にしてます。というかそれがないとうちはもう絶対落ち着いてくれないです。女2人は特に共感がないと落ち着かない。
もうすごい長く長引いちゃう。ぐずり、泣き、怒り、全てのその負の感情と言われるもの全てが共感がなければうちの子あの女2人は特に落ち着かない。もう男もそうか。どんな時にも万能なのが嫌だったんだよね、これですね。もう 100% これ言ってます。嫌だよね、嫌だったんだよね、そうだよね、嫌だったんだよね、なんかあるよ、嫌だよね、まあ、そうするとやっぱそのウェーウェーウェーが落ち着くので、落ち着いた瞬間に嫌だったね、でも今度かはあのここ狭いから走らないように気をつけようねって落ち着いてから言いたいことをキュンって言って、そうするともう、涙をこらえながらってやってくれるので、それがめちゃくちゃ可愛いです。はい、次行きましょう。子供の風邪でメンタルやられます、さよこさんの強いメンタルの秘訣を教えてほしいです。私ね、あのね、メンタル豆腐です。しかも絹、めっちゃ絹豆腐なんですけど、子供の風邪はなんとなくその風邪の時はこうするっていうマイルールみたいなのがうちにはあるので、それをもうなんか組み立て方が変わったりはするものの、やり方が分かってるからそんなメンタルはやられないようにはなりました。多分風邪の時にメンタルとかがやられるのであれば、いろんな事態に備えた対処法っていうのがご家庭のマイルールができてくると、だいぶ揺るがなくなってくるんではないのかなと思います。1歳になりたて子供の食べ物に悩んでます、さよこちゃんのお子さんたちどうでしたか、見てくださいよ、ナリーなんかバクバク食べるじゃないですか、もうなんかもう全然悩んだことがありませんって言いたいんですけど、上の2人めちゃくちゃ悩みました。はーってぐらい食べないね、お前どうやってきてんのって、そんなこんなにじんこみたいなカロリーでお前そんな元気に動くってどういうエンジン搭載してるのってよく思ってましたけど、すごいね、子供って燃費いいのよね、すごいなって。もう食べムラめちゃくちゃありました。最初はマジで毛虫のご飯レベルの量の葉っぱとかブロッコリートマトとかをあげて、ふとした瞬間とか機嫌がいい時とかに食べたりするんですよ。食べたってなったらみたいな感じで激ボメしてテンション上げて、次食べる時は少しもう毛虫のご飯2食分ぐらいとかにして、ちょっとずつグレードを上げていくんですよ、大きさをね。食べムラに関してはもうしょうがない、しょうがないから気にしない。そのうちやっぱり4歳5歳ぐらいから食べるこの量とかがだいたい整ってくる、なのでまあそれに向けての調節かなって思って、ちょっと気楽に構えていただければと存じます。誰やねん私は。子供たちのプチプラも買ったりしますか。買います。全然西松屋すげえなって思ってます。安すぎない西松屋って、どういうからくりなのっていつも思ってる。子供服どうしてますか。たくさん買っちゃう、サイズアウト、また買う、それです。そうしてます。サイズアウトしたら私あの実家にも全部食ってて、いとことかが泊まりに来るのでみんなで使えるお洋服になってたり、いとこが結構ね幼い子もいるのでそこにあげたりとか、母が友達結構多いので綺麗めな服はなんか友人にあげてもらったりとかして、捨てることがほとんどないです、うちの場合は。旦那さんは初めから育児に積極的でしたか。全然です、マジで。あの一般的に見たら積極的イクメンと呼ばれるなのかもしれないですけど、私からしたらそれは満足いくようなものではなかったなと思ってて、これは悪口です。相当ぶつかりました。今でもその喧嘩はほとんどなくなったけど、本当に長男が生まれたての時なんかもう本当に喧嘩のエレクトリカルパレードだと思います。3人育児どうですか。初めから3人以上考えてましたか。 1歳3歳育てて3人目考えてますが踏み切れず。いや特にね何人産むとかは考えてなくて、正直今でもそんなに決定はしてないけど、一旦でも3人でも十分かなとは思っているんですけど、まあ、うちは一旦3人で、いやもうちょっと欲しいなとは思ってます。もうちょっと迷ってる。ただ1歳3歳育ててて3人目が踏み切れないっていうのはもう当然だと思います。私も子供が1歳の時によし踏み切れるなんていう風には全くなりません。我が家は特にナリーの場合は全くそうは思えません。今でも全く思えません。ご飯バレた。
だいぶ日が経ちまして、変わってない風でこのまま流れで答えていこうと思います。さて、子供が 1,2 歳の時どうやってお風呂に入っていましたか。子供が動き回って大変です。のりさんまだ2歳ですけど、なんかいろいろやっぱ時期によってスムーズに入れられるタイミングと結構本当に大変だなっていう時期があるので、多分時期によって言ってることがバラバラだとは思うんですけど、ちなみに最近はやっとみんなで一緒にせーのでお風呂に入れるようになりました。なりがもう本当にね、お風呂ダメで、湯船がすごい大嫌いで、入れようとするともう地獄釜に入れてるのかって思うぐらい泣き叫ぶから、かわいそうで入れられなくって、やっと最近入れるようになったので最近せーのせて入れてるけども、ちょっと前まではなりはもう浴室にいることを1分でも早く終わらせたいタイプだから、さっさってあれで先に1人だけ出しちゃって、もうその後は私がもうお風呂場にいて1人ずつ呼んで来てもらうっていう流れですかね。それ以外の時はもうずっと泣きっぱなしの状態だけど、洗わなきゃいけないからもう無理やり洗ってバッと出してっていう感じだったので、結構最近までお風呂は何もストレスだったと思うし、私もすごいストレスでした。その時できるやり方で常に必死こいてやっておりました。3児の母です。子供たちへ性教育の仕方について悩んでます。近年事件も多くて不安で、わかる。その年によって話せる範囲のことを常にアップデートして話していってるっていう感じで、年というかまあその子の成長によってですね。だから加害者にならないこと、被害者にならないことっていうのをまずはまあ決定していて、加害者にならないっていう意味ではもちろん別にマーティを疑ってるわけではないんだけども、もう具体的に挙げています。もう一昔前だったらスカートめくりをしてるのが何好きな子へのいたずらとか言われてた時代はもうとっくに終わっているので、そういうことに関してはこれをやるということはもう女の子はその時は早くやめてほしいから笑ってるかもしれないけど、家に帰ったらずっと泣いてるぐらいショックを受けてるかもしれないし、それは大人になっても記憶に残り続けるぐらい女の子にとって嫌ないじめなんだよっていう端的な言葉で伝えるようにして、小学生男子がやりそうなやつは絶対ダメだよって言ってて、まあ本人もそれは分かっていると、それやるはずないじゃん、分かってるよって言ってくれてるんですけど、まあそう言っていてもちょっとまあ口うるさく言っていこうかなっていう感じで、結構口うるさい人になってると思います。今は男の子でも被害者になってしまうというニュースが多いので、それに関してももうただ生々しいことはやっぱちょっと難しいなっていうところではあるので、例えば下の二人手一杯の時にちょっとママ行ってくるわってトイレ行こうとする時とか、一人で生々しい表現は一旦控えて、その心なのか体なのかっていうことは一旦置いといて、死んでしまうことにつながるから今はこれはやめてねっていう事実を伝えています。下2人に関しては水着で隠れるゾーンは触らないでほしいみたいないう意思表示をするということと、それは他の子に対しても同じだよっていうことはもう再三伝えていますし、常にもうお風呂で今話できるなっていう時はすぐ伝えたりとか、1回だけじゃなく本当に常に伝えています。2歳のなりちゃんにイライラしたり怒鳴ってしまったりすることはないですか。最近はだいぶなくなりました。3人目にしてやっと淡々とこなすことができるようになってきたなと思うので、こう来たらこうねっていう自分の中の対処法がもうやっと見つかっているところなので、うまいこと乗せてそれ現状打破できそうならやるとか、なんとなく楽しんでできるようになってきている。ただうちのナリの場合は結構我が強いので、なんか怒られてることも楽しんじゃうタイプなところがあるので、本当にやっちゃいけないことをした時は割と強くダメじゃんって言ったりすることはあります。2歳の子がいます。 YouTube など1日にどのくらい見せていますか。普段は見せないですね、日常的には。 YouTube は全然悪いものじゃないし、その学びもあるし、面白い、すごく便利だなって思うんですけど、いざという時の効力を持たせたいっていうのはすごく強いですね。ここだけは頼むから黙っていてくれっていう場面とか、普段あとはまあ普段そんなに必要ないかなって思っているので、平日はほぼ 100% 見ないです。3人の子供を育てる上でポリシーってありますか。なんかかっこいいもの持ってないんだよな。何でもこのポジティブ変換できるような癖っていうのだけは、これ別にポリシーってわけじゃないけど、無意識にそれだけは多分ずっとやってるかも。子育てにイライラ疲れた時どうしてますか。とにかく早く寝る。イライラして旦那様に立ってしまう時の対処法が知りたいです。旦那を救いたい。イライラしてない時でも私結構、あなたが悪いから私こうなってるんですよっていうスタンスが
抜けないんだよね。ちょっとでも事実だと思うし、うん、私悪くない、私頑張ってるしみたいな。でもその気持ちを感情的になって伝えるっていうのがきっといけないよねっていう話は自分でも自覚はしているんですけど、こんな風に強く言わないとわからないの。じゃあ今からもっと強く言うねって、これで聞いてくれないんだったら次もっと怒っちゃうよ、だってそうしないとあなた耳傾けてくれないじゃないって、その全部ありのままの事実は伝えています。本当にただのイライラ、私はもう生理前がすごくイライラしてしまうっていうのはもう決まっているので、私は口頭とか LINE で伝えます。あ、生理前の1週間始まりましたので何卒よろしくお願いしますって、もうこの一言だけで全部分かるようになっています。まあ、あとはこれ完全に八つ当たりだなっていう時がごく稀にあります。ごく稀に、それは LINE とかでよくやるんですけど、わーって言って最後に以上八つ当たりでしたって言ってすいませんでしたって言ってます。うちはまあそれをやっていればなんか円満に終わります。お迎えしか外出しない日、これだけ塗っておきゃいける、日焼け止めしたし教えてください。よく使うのはこの辺ですね、コシムのこの日焼け止め UV ベース、これとかクレドポ、これはもうこの辺はもうでも最近のやつ多いんですけど、日焼け止めでも大体美容成分でできてるものが多いので、これはそうですね、これはかなり美容液成分多く配合しているので、逆につけた方が鼻にいいんじゃねえかぐらいのやつを使っています。最近だとこれ友人のラブリっていうのが子がいるんですけどが作ってるイカウっていう、これもかなり優しくて塗ってる感がないのでこの辺も使えますし、あとはこれも良かったな、エリクシールブライトニングデーケアレボリューション医薬部外品朝用美白乳液ですね。これもかなり軽くて美白乳液なのですごくお気に入りで使っていきます。この辺かな、最近のお気に入りは。トイトレの方法やそれぞれのお子さんのエピソードなど聞けたら嬉しいです。長男めちゃくちゃ大変だったな、もうあらゆる方法を尽くして頑張った気がする。でマルフォンに関してはほぼほぼ親が促すことは全くしない、すごいね。マルちゃんはマルちゃんは自分で決めたことはちゃんとやり通してくれるタイプで、なんか好きなおマル、その時はワンワンだね、それを売り場に見てこれ買って自分でトイレするって聞いたらするって決めて、そっからなんかもう自分で。で今ナリーはちょうどトイトレはもうすごい緩くやってます。ぶっちゃけ親がねおむつの方が楽って思う時もあるし、ナリーがもうトイレ行く気分じゃないっていう時もあるから、一回その無理に誘ったりとか、やっぱ子供もね3人いてそんなゆっくりじっくり向き合ってる時間ないマシでコメントも思うんですけど、ナリーの気分に合わせたり、ナリーが行きたいって言えば連れてくし、まあ今ちょっと私が元気あるからトイレ誘ってみるかとかもあるし、まあそういう誘う程度ですね今のとこは。答えになってないのでは、これは。お子様たちの保育園小学校でのママ友もいますか、またどのような関わり方しますか。最近やっと保育園でママ友ができました。小学校はお話しできる方はいます。保育園の方は意外に最近仲良くさせてもらってて、飲み会に参加させてもらったりとか遊んでます、ママ同士で。今妊娠8ヶ月です。マーティー君の優しい子に育てたいです、アドバイスください。私が優しく育てたわけでもないしな、多分私のおかげじゃないんで。わかんねえな。わかんねえんかい。産後にメンタル落ち込んだ時ありましたか？絶対的にありました。勝手に時間が解決してくれます。時間と体の修復がね。旅行たくさん、羨ましい。旅行で子供の体調不良とかあったことありますか？あります。なので、一式ある程度の風邪には対応できるようなお薬を持って行っていますし、体温計もマストで持って行っていますし、旅行保険も入ってるので、病院にかかれるよって感じなので、まあ、特に日本と変わらないです。3人のお母さんどうやって寝かしつけてますか？今普通にもうみんなではい寝まーすバーンって言って寝てます。もちろんその中でワー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 キャッ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 しちゃう時はありますけど、強制的に寝かしています。寝ますって絶対に寝ますとか言ってます。兄弟喧嘩で泣いてる時どう対応してますか？なんかいろいろですね。こっちが元気ならどうしたんだって、まあ見てなかったからわからないけど一度話してごらんみたいな、喧嘩の仲裁するような感じの時もあれば、なんかこう見てて、いやあれはっちが悪いだろうって思ったら、今のはマーティーが悪いんじゃないとか、マルフォイが悪いんじゃないみたいな言う時もあれば、今日はマジでお前ら喧嘩しすぎだよ、もう無理ですママお手上げですっていう時とかはもう本当に死んだ魚の目でこうやって見てます。二人育児と三人育児の違い、大変なところいいところ知りたいです。どんなに子供が幼くって、どんなに大変でも世話をしなきゃいけない人数が一人増えたっていうのは
大変だなと思いますけど、それぞれがそれなりに、うん、自分たちで考えて動けるように上の2人はなってきているので、そうなってからはそんなに大変だなって思うことは減りました。子供たちのお菓子ルールはありますか？やっぱ習い事で頭を使う習い事とかだったら糖分補給みたいな感じであげることもあるし、その日によってバラバラですけど、基本的に1日1回までです。旅行の時はお菓子パーティーみたいなことをすることはあります。グータラとかしていますが、いつもテキパキ母ちゃんキャラはすごいこと教えてください。グータラは意外とあんましないのかもしれないですね。なんかせっかち、家の中にいるとすごいせっかちになるから、ぐーたらはしないけど、ぐーたらするんだったらスパッって寝ることは多いです。旦那様と離婚したいと思ったことはありますか？あります。全然あります。離婚しようかなって思ったことあります。ごめんね、将来これを見る子供たち。母ちゃんあります。すいません。夫もあると思います。そういう大喧嘩みたいなのは結構してきたと思います。平日のヘアメイク何分ぐらいかけてますか？仕事の関係じゃないとほぼしないです。ヘアは髪短くなってからめちゃくちゃ楽で、もうなんかオイルつけて上毛先ちょっと巻くぐらいから5分ぐらいですかね。ヘアはでも割とちょっとだけ整えること多いですね。いつも楽しみにしています。お子様の髪の毛のカラーがすごい綺麗なんですか？美容室ですか？そうです。メリーに帰っております。あの恵比寿にあるんですけど、昔からずっとお世話になって、今家族みんなでお世話になっています。すいません、全部答えきれずに。こんな感じでいいんですかね、 Q&A って。というわけで本日のおさ YouTube はですね、 Q&A に動画でお答えするっていうことをしてみました。 Q&A 答えるたびに再三申し上げていこうかなと思うんですけども、言ってることはコロコロ変わるとは思うんですよ。その辺ご容赦くださいませ。ちょっと前言ってたことこいつ違うなって思うことがあったら、心の中に密を済ませてください。おさよ人間だもんみたいな感じで、すみません、ないとよろしくお願いいたします。もしあの今回のこの Q&A が好評であれば、今後まあそれ以外美容に関することを、ライフスタイルとかなんか語り系とか、まあなんかそのジャンル分けにしてとかお送りしていこうかなと思うので、よかったよとかあったら、ぜひいいね、これを機にチャンネル登録してみてよろしくお願いします。せーの、バイバーイ。